目白大学は東京都新宿区中落合4丁目31番1号に本部を置く日本の私立大学である。1994年に設置された。大学の略称は目白大。新宿キャンパスに併設する女子中学、高校は2009年度に教学科士学校名が目白県新中学校、高等学校に変更されている。設置者は 学校法人目次ロ学園。目次郎大学は、大正12年に創立され84年の伝統を、有する目次ロ学園に属する大学。学園創立者、佐藤茂藤の示した、主、子、親。主は、社会に対する貢献を、死は、死と共にひたむきに学ぶ姿勢を、親は、家族をはじめ自分を支えてくれる人々への感謝の心を表す。 シンボルマーク上下に伸びる楕円と三角形により構成されたシンプルなシンボルマークは宇宙、連鎖、調和、さらにバランスの取れた健全な生命などを象徴する円が限りなく上昇する姿を表したもので、目白学園の特性であるグローバル性、また見学の精神等も表している。1994年、末広峰寺デザイン室の末広峰寺により制作された。 スクールカラーシンボルマークに使用されている。スクールカラーは MG ブルーと MG イエローの2色。MG ブルーには地球、自然、若さ、希望などのイメージが込められ、MG イエローには光、喜び、自由、想像、発見などの意味が象徴されている。キャラクターキャンパス内を飛び回ることり目白とシンボルマークを合わせた目地像というキャラクターが人気。 メジゾウは、メジロ大学入試広報部で2005年4月に制作され入学案内等に登場、入学を目指す受験生を応援してきた。現在はツイッターにおいて受験生のための情報を発信している。2009年1月に学内で行ったアンケートをもとにアイルデザインの清水、智子、宮原雅子が、現在のイラストレーションに仕上げた。高科作詞、小林俊造。 作曲、加藤義と。目白学園校歌育てて送り出すことを教育理念とする、教育重視型大学を基本的特色として掲げる。授業内容、学園生活、学園祭などの諸行事を通じ、学生と教職員の心と心の共鳴と共感の響き合いを重視し、総合的人間力の育成を目指す。総合的人間力の育成とは、 問題発見能力、問題把握能力、問題解決能力を育むことである。国内大学協定目白大学学長挨拶。目白学園のシンボルマークについて ADC 年間1994年美術、出版社イメージキャラクターメジ像について、放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。